ハルグチュク・ドゥーレンテムル本大寺とは、北元時代における、モンゴルの皇族、ダヤンハーンの祖先にあたる、ハルグチャグ大寺とも。ハルグチュクの出自は資料によって異なり、黄金シズナはエルベクハーンの息子とし、猛古源流はウスハルハーンの子供で、エルベクハーンの弟とする。そもそもエルベクハーンが、ウスハルハーンの息子か、疑わしいこと、本大寺という称号から、 黄金絆に従って、エルベクハーンの息子とするのが正しいと考えられている。モンゴル年代記によると、ハルグ塾ュクは、オルジェイト皇后筆という、雪のように肌が白く、血のように頬の赤い美貌の妻を持つことで知られていた。ある時チョロースの、後輩大尉の進言によって、オルジェイト皇后の存在を知ったエルベクハーンは、後輩大尉を派遣し、 オルジェイト皇后を自らの妻にしようとした。しかし、オルジェイト皇后は天地を合わせることができましょうか朝廷は嫁を横取りしえましょうかあなたの子、ドゥーレンテムルホン大事は死んだのでしょうかハーンは黒き犬になられたのでしょうか著者不明、黄金しずなと語って、エルベクハーンの要求を拒絶した。これを聞いたエルベクハーンは怒り、ハルグチュクを待ち伏せして殺し、 力ことごとくで、すでに妊娠していた、オルジェイト皇后を、自らの妻にしてしまった。オルジェイト皇后はこのことを恨みに思い、計略によって、エルベクハーンに後輩単位を殺害させ、さらにエルベクハーンは、ケレヌートのオゲチハシ派に殺されてしまった。オルジェイト皇后は今度は、オゲチハシ派に目取られ、そこでハルグチクの息子アジャイ大事を生んだ。 ハルグチュクはハーンにこそならなかったものの、ハルグチュクの息子アジャイ・タイジから、後代のハーンが排出されていった。アジャイ・タイジの三人の息子は、長男がタイスン、ハーンに、バッシュがマンデュールン・ハーンになり、次男のアクバルジジノンノヒコがダヤン・ハーンになった。ハルグチュクの出自については、諸説あるが、クビライ家を自称するダヤン・ハーンの先祖であること。 漢文版、猛虎与系府に割り中で、喪失と記されることなどから、首ら家の人物であるとする説が主流である。ありがとうございます。